里の中でも戦闘が始まってる。クソ。ヤマト。加賀先生、こいつは敵が作った。なるほどね。なかなか偽物なんてさっさと倒して封印堂に急がねえと。よし、二人とも行くぞ。任務開始。これほどの偽物を作る術か。敵の中にはかなりの術者がいるようだ。加賀先生。あ。よっしゃ。ナルト、サクラ、こっちだ。おう。任務開始。封印堂はこの先だ。敵との遭遇が考えられる。二人とも気を引き締めていくぞ。了解。ここです。ふん、小賢しい。お前を連れてきて正解だった。やれ。秘術暴風開示。開。よし、お前はここで見張っていろ。悪意は我と共に来い。た、はい。
しゃ。ねえ、ゲットだってばよ。ねえ、ゲットだってばよ。白眼は全てを見通す。任務開始。まだまだいけるぜ。アイテムいただき。ここだ。封印が解けている。まだ間に合う。ちょっと待って。ここから先は行かせない。こいつは。そうです。ナルト、サクラ、奴を抑えてすぐに封印洞に入るぞ。行かせない。封印術、聖堂封じ。またあの封印術か。お前たちはここで終わり。来るぞ。Thank you.
務開始。チャクラ。いや、どうして？どうしたの？嘘だろ？なんで、と、月姉！月姉って、月が来るの？月姉だろ。月姉だよな。その顔、俺は、なんであいつらなんかに協力してんだよ。無駄だ、貴様の声など。シンガ、よっしゃ。小僧、シンガ、彼女に何をした？我が月の人。なぜそう？ナルトの記憶と目の前にいる彼女、それを比べて考えれば、月野さんが催眠術か何かの類にかけられていることぐらいはな。催眠術。証し。ええ、ですが奴らはすでに封印洞に入り目的を果たしたようです。久しいな、砂で姫。シンガ、本当にお前だったか。さあ、一体何を考えている？我が野望、我が研究を完成させ、そしてこれこそ我らが葉の暗部の夢の結晶、この葉の悪夢の。それは、貴様らに封印されし妖魔神器だが、
我の手に戻った今、目覚めはもはや。ま、そうやすやすとことが運べると思っているのなら、それは大間違いだな。運べるのだよ。何？貴様は先ほど我の術を催眠術の類と言い、我が使う術は洗脳、催眠よりもさらに強固で、何人もつ我を崇め、我を第一に考え、そして我がモル月に潜みし長き時を使い、幾度の実験で得た特殊な力、特殊な人、無限の苦しみと無限の束縛。なんだ、みんな目をつむれ。え、自爆眼。何しやがったの？間に合ったか。地雷やか。久しぶりだろう、シンガ。先ほどの自爆眼に対する反応。イタチの手から逃れて数年、裏でこそこそ。今更という感じだな。もはや我の計画はこれより最終段階に入る。愚か者が、ここから逃げられると思っているのか。愚か者はどちらかな、綱手姫。我が自爆弾、縛られし魂、我の命に従い、この葉がくれ。この…いつもの虎徹。奴らはもはや我がモルモット。ツキネーを返しやがれ。ナルト。サクラはナルトを追え。私たちは洗脳されたも。了解です。あのままでは治療もでき。了解。なんとかなりましたね。はあ、今のうちにこの。わかりました。ナルト、無茶はするなよ。よっしゃ。アイテムいただき。
ゲットだってばよ。俺にあるのは復讐の道のみ。まだまだいけるぜ。遊びはそこまでだ。何者だ。種は手に入れた。引き。僕はもっと遊び。どうしよう。あれ。引き上げだ。立ち上がれ。スキネーを返せ。小僧、木の葉の忍びで。スキネーは俺に大切なか。何？スキネーよ。はい。大切に思うものと傷つけ合う。実封印術せ。なん始末する。やめろ。消えろ。暗い。
開始。まだだ。ち、しぶと。くそ、もう、体、消えろ。今までと違う異常な流れか。どうやらこの香りに反応して。正常な流れってこの香りに何が。いや、でもこの香り、うわっ、なんか甘ったるい香りがするってばよ。月の香って香水でね、新月下を調合して。ほう、これはまた珍しいものをもらったの。はい、幻術とか催眠術の類を解除する。月のそうだ、なんで今まで。さっきの戦いで割れて、これを使えば
今助けてやるからな。わかるか？俺だ。何やってんだよ。さっさと俺の知ってる月姉に戻っ。どうだ。迷惑かけていいんだってばよ。月ありがとう。よっしゃ